パフィオペディルムハイナルディアヌムパフィオペディルムヘイナルドアヤナムはパフィオペディルム属の卵化植物。複数花を一つの花形に同時に咲かせる。葉は、線状舌型で、長さ20から3 5トル、緑色で肉厚。花形は斜め上に伸びて、長さ35から4 5トルに達し、数毛をつける。花は、計12から1 5センチメートルになる。トルになは、 卵形で来部近くの両側の円が強く背面に反り返る全体に炭鉱緑色を帯び周辺は思考色に染まり内側には褐色の荒い斑紋が出る側下弁はサジ型で黄緑色の地に褐色の荒い斑点があり先端の型から暗い紫光色に染まる新弁は褐色で円は外を向き耳状の突出粒がある仮融水は東乱型で 先端中央がくぼんでいる。原産地での開花時期は2から3月頃種商業は、ハンガリーの大司教で、植物学者であったハイナルドにちなんだものである。発見は1873年、グスタフ・バリスにより、ビーチ紹介によって、その翌年に紹介されたものである。フィリピンのルソン島に産する。標高約1000メートルの石灰岩地域に生えている、ことが多い。 本属には複数花をほぼ同時に開花させるものは他にいくつかある。その中で、ローエピーローは花の形や模様が本種ととてもよく似ている。違いについては、この種の酵を参照のこと、洋蘭として栽培される。丈夫で開花させやすい種として知られる。この属では大きな花をつけるものであり、花持ちも良くて1ヶ月ほどは美しい姿を鑑賞できる。 ただし栽培時には寒さを嫌う。日本での開花は夏。以下、種として、園芸植物大辞典、P2892 から2893、塚本ほか、P106 塚本ほか、P106 塚本ほか、P106、唐沢監修、P448 塚本ほか、P106 オーバ P94。ありがとうございます。